ず普通カウンセリングがあってメニュー選定がありますよね。お客様の満足度を決める要素というのはトリートメントを受ける前の時点で評価の 40% は決まっていますよといつも申し上げています。いつも教えていたり、まあ、お客様にも行っているのがこのアロマパルファンカウンセリングということで、伝えるアロマ、心に響くアロマにしましょうっ